Facebook とか Twitter とかまあ、X だとかで、ね、あの投稿してそれをどんどんいろんな人に見てもらっていろんな人に褒めてもらうっていうのがすごく嬉しくなっていだにそれをやってますなんか今やっぱり SN SNS で結構バズったりすることはあると思うんですけどそのバズりっていうのは多分タイミングとかたまたま良かったものポンって1個出せればバーンって跳ねるのでそれはうすごくいいことなんですけどでもそれを 続続けけらられれるかっていうと続けられないですしこのパーンによって落差があるのでその落差に耐えられるかっていうのもありますしそれだったらあの飛行運転でこう低空飛行でもいいからこう常に浮いてるようなでちょっと上がっていけばいいなっていうのを梨の中で目標にしていて本当に工房っていう村上隆の工房っていう本当に緊迫感があって。 もう、まあ、まず村上さんがもうすごいオーラがあるのでもう後ろ姿にもこう挨拶しないといけないっていう,こうすごい環境だったんですけどなんかもう心の奥底からこうプロっっててこんなののかっていうのをしみしみみ感じましたちょっとそれまで私なめてたっていうのも失礼なんですけどなんか結局プロって言っても適当に書いたものを出してんでしょみたいな,なんかそういうなんかひねくれた部分がちょっとあって。 でも村上さんのところに行ってなんかそれが全部消えたというかはいあのダンボール女子の大野小波ですダンボールを使っていろんなものを作ったりしています <music> いや最初の方はやっぱりえっ、ー、となんかこうダンボールっていう素材縛りでやってるのがいいのかなって思ったりだとかしたんですけど 何ですかね今はもう段ボールっていうのをきっかけにそのリサイクルの方面だったりだったとかそのやっぱ物も作っているのであのそのアートとか美術とかっていう方からもあの来られますしあと私は結構作るものをモチーフとしてありもの,あのキャラクターだったりあるお菓子だったりとかっていうのをモチーフに段ボールで作るので。なのでその もともとのモチーフのファンの方から段ボールで作っっっってててるのすすごいっていう風に言ってくだださったりだとかします、えっと、そもそもはあのお金があんまりなくてあの素材のお金というかこうそ何か作る上での素材を買ってきてっていうことがなかなか難しくてなのでその素材にできる限りお金をかけないっていうことを考えた時にたまたま家にあったあゴミ箱の。 ゴミ置き場のところに段ボールが置いてあって、そこから段ボールを拝借して、カッターとハサミで切って、なんかこう、どんどんものを作るっていうことをやってきました。最初はあの大学の課題だったんですけど、あのー、立体アニメーションを作らないといけなくて、そのセットを段ボールで作ったっていうのが始まりです。なので、セットなので、本当に大きいものを作らないといけなくて、なのに、こんなでっかい素材のお金を。 出せなないいっっててうのになって段ボールで作った私が,が想像していたより良くてあのやっぱりその時からそうだったんですけど段ボールにあまり色,色を塗らないだとかっていうのをその当時からしていてそれがその段ボールらしいとかあと私が通っていた学科はアニメだったり漫画だったりあとゲームだったりを専攻する学科だったんですけど。 そこであんまり段ボールで物を作るっていう子がまあいなくてなのでそこでちょっと目立ったのをきっかけに先生たちに褒めていただいたりあと同級生の方たちからも「あれなんかこいつ変なことやってる?」みたいな感じで見てくれたりだとかしてこう話すきっかけになったりしてもうそこからもうそれが本当にきっかけであのもうどんどん褒めてほしいみたいなのが。 <laughs> 膨らんでいっっててしまってそ最初はその大学の先生たちに褒めてもらえるのが嬉しかったですしそこからネットに、えー、と Facebook とか Twitter とか、まあ、X だとかで、ね、投稿してそれをどんどんいろんな人に見てもらっていろんな人に褒めてもらうっていうのがすごく嬉しくなってまでもその段ボールで物を作ったのをきっかけにあのそれまでは絵で あのこう紙に絵を描いてあの作るアニメーションがやりたかったのでそのとにかくデッサンとかっていうのを頑張っていたんですけど突如立体アニメーションで物を作ってしまったのをきっかけにそこから造形で何か物を作って食べていきたいっていう風に変わってそこから造形のアルバイトとかなんかこう造形関係のイベントがあったらちょっと覗いてみたりだとかっていうのをし始めてその大学卒業して。 そししてて造形会社にに就職っていう,ふうにしましたっていうのもやっぱり造形はやっぱ基礎が大切だっていうのがなんか私の中の信念があってなのでその造形会社に入ってできる限りそりいろんな造形物とか作り方とかを見てその最終的にどれが一番自分に合ってんのかなみたいなのを見たかったっていうのもあって就職っていうことを選びました。 えっと、そこではですね、あのー、特撮スーツみたいなものを、こう作る会社だったんですけど。まあ、あの一番下っ端から入っているので、本当に。手首とか、足に巻く、こう装着する。こう、なんていうんですかね、アーマーみたいなものを作る。あのー、仕事をしていました。なんか、こう、スポンジとか、まあ、もちろん特撮で。こう動いたりするので、動きやすい柔らかいものとか。あと、撮影用のカチカチの F. R. P. のものとか。 そういうものをこう磨いたり布を貼ったり色塗ったりっていうことをやってましたそこには一年もいなかったです <laughs> いや,やっぱりダンボールっていう道も諦めきれなくてその造形っていうのもあの仕事ですごく楽しかったんですけどやっぱりその仕事として造形会社に入ってしまうとそっちがやっぱり ブラックといまあ、えー、<laughs> 残業がすごく多くてその段ボールがでできなくなくっってしまったんですその心のバランスを保ってたその段ボールっていうのがやっぱりできなくなって仕事が量が造形が増えてこのバランスがうまく自分の中で保てなくなってしまったのでやめちゃいましたもうほ本当に短期アルバイトというか、えー、っと日雇いみたいな形で、えー、っとそれもあの。 ペンキを塗る仕事だだったりだとかあとお店の内装をこうちょっとウェザリングみたいなふうに汚すお仕事だったりだとかっていうお仕事をちょこちょこ行ったりその頃からちょっと段ボールワークショップっていうのも始めてその子どもたちだとかにその段ボールで作るのを教えるみたいなことをちょこちょこイベントとしてやったりだとかしてなんとか食いつないでた感じです。上,上隆さんののとこににったのは、えー、と大学生の時に 大学3年生か4年生ぐらい,い3年生だったと思うんですけど3年生の時に、えー、と冬休みを利用ししてあのアルバイトに行きましたいやすごかったですもうあのもう本当にあのそれまでも結構造形のバイトとかっていうのもにも行っていたんですけどその造形っていう会社とは違って本当に工房っていう 村上隆の攻防っていう本当に緊迫感があってもう、まあ、まず村上さんがもうすごいオーラがあるのでもう後ろ姿にもこう挨拶しないといけないっていう,うすごい環境だったんですけどなんかもう心の奥底からプロってこんなのかっていうのをしみじみ感じました。 えとですね、その時は五百羅館っていう村上さんが作品を作っていた時だったんですけどあのシルクスクリーンであの作品を作っていくのでそのシルクでハンを吸ったりそのハンを洗ったりだとかあとなんていうんですかねその吸ったところにラメを振ったりだとかもうと,、まあ、とにかくもちろん下っ端のアルバイトなのでもう本当に雑用みたいな誰でもできるようなことをやってました。えーとですね、結構全国の あの美大とか芸大からその短期アルバイトみたいな形で入ってきてはいるんですけど私がいいいたた時で3 40人ぐらいはいたと思いますそしてもその村上さんの下にその正社員の方がいるのでその正社員の方をこうチ,ーリチームリーダーみたいな形でその人たちの言うことを私たちが聞いてたみたいな感じの仕事内容でした。あーえっとですね、やっぱりなんか、あのー ちょっとそれまで私舐めてたっていうのも失礼なんですけどなんか結局プロって言ってもなんか適当に書いたものを出してんでしょみたいな,なんかそういうなんかひねくれた部分がちょっとあってなんかゴッホとかもなんかこうなんか三角とか書いてもまあまあ誰でも書けるじゃんっていうのをちょっと心の奥底で感じていた部分がちょびっとあったんですけどでも村上さんのところに行ってなんかそれが全部消えたというか。 なんかそうなるまでにちゃんとみんな家庭があってその家庭をしっかり踏んできた上での今があるっていうのがすごく感じれたのでいやなんかそれまではやっぱりそ,その頃ももちろん段ボールをちょこちょこやりながらはしていたんですけどやっぱりあの遊び 遊びだったったていうのもあれなんですけど例えばそのむなしの場合は作るモチーフのものが最初にあるのでそのモチーフのものをそれまではなんとなく形が好きだからここが丸ければいいんでしょうみたいな,なんかそういう甘えた部分があったんですけどいやそれはこれから通じないなっていうのがあのもう村上さんのところに行ってもうひしひしと感じたので。 そこから、とにかく、自分で今調べられるだけの資料は調べて。あと、もう、みり、見に行ける場所にものがあるんだったら、そこに見に行って。とにかく取材してっていうの、あの、やるようになりました。そうですね。やっぱ、り調べたり。その、結構村上さん、その S. N. S. をず、ずっと見てるんですけど。そこから、何か得られないかっていうの、こう、本当に。もう、食えるように、パソコンを見てて。なんか。 自分ってそんなに食えるようになったことないなっていうのもその背中で感じていやこれがプロかっていうふうに思ってなんでそこからはやっぱりちょっと気持ちも梨の中での気持ちをちょっと切り替えてもしちゃんと目指すんだったらその下からちゃんと積み上げていこうっていうふうに梨は感じました。ももううすごくもう本当に行ったおかげで 行ったおかげで,、うん、ったおかげで私の中の価値観みたたいいな考え方ととかすすごく変わったと思いますそうですねやってみないとあのどれが自分に合ってるかもわからないですし一応やっぱり村上さんのところに一回アルバイトに行ってそこからもあの「来年も来ませんか?」とかっていうお誘いをいただいたりさらにはその「 村上さんのところで社員さんになっている方もそのアルバイトから入ってこうどんどん勤めてあの正社員になっていったんだよとかっていうのも聞いたので、その村上さんのところで働くっていうのもやっぱり考えに入りましたし、でもそれをその選択肢を得られて辞めてそして新たな選択肢を得てでそれをこうどんどん選別していって今があるっていう感じがします。えっとですね村上さんのところもありますしやっぱりその。 大学は大阪だったので大阪での、えー、と造形会社あのもう本当に下町の工場みたいなところだったんですけどそこにアルバイトに行ってそこでも造形物作ったりしてたんですけどそれもやめましたあのそこも一応あのちゃんとバイトをやってればあの大学卒業と同時に就職してもいいよっていうふうに言ってくれたんですけどそこもやめてあとその大阪の,あの海洋堂に勤めて アルバイトとしてて勤めていたた時期もあったんですけどその時も海洋戸さんが大学卒業と同時に就職してもいいよっていうふうに言ってくださったりしたんですけどいや私は造形に行きたいんだっていうまあ海洋戸も造形なんですけどでもこう東京で造形をやりたいんだみたいな気持ちが強くてそれもあのやめてっていうのこう結構いくつもあります。いや私も全然アクティブなな方ではないではいすし むしろ周りの方が結構アクティブだったと思いますっていうのもやっぱりあ,のあんまり友達が少ない方だったので <laughs> なので友達がいる方だったらその先生たちといっぱい飲みに行ったりだとかあとその同級生たちでサークルとかで集まってその集まった先でいろんなことやったりとかっていうのは結構見ててあったんですけどでも私は大学時代から友達が少なかったので全然そういうことはあまりなく 大学の同級生友達とかよりも先生たちの方がこうよくしししてもらえたたたりだとかかので仲良かった感じします私はその大学に居場所がないっていうふうに思っていた部分もあったのでなのでできる限り外に出て何かこう早く味わっときたいみたいなのがすごくあと友達が少なかったのもあって。 そうなので割と外に行きやすかったっていうのもあってなんんか身軽に行けたんだと思いますそうですね大学の授業はほとんど覚えてないので私的にはやっぱり大学の授業よりも、まあ、もちろん授業も大切なんですけど授業も大切だし外の、まあ、環境、まあまあ、バイト先でもいいですしあのボランティアでもいいですし何かやればそこで得られるものがあるので。 こう外に出ててみるっいいいうのはすすごくいいと思いますなんか今やっぱり SN SNS で結構バズったりすることはあると思うんですけどそのバズりっていうのは多分タイミングとかあとそのたまたま良かったものをポンって一個出せればバーンって跳ねるのでそれはすごくいいことなんですけどでもそれを永遠続けられるかっていうと続けられないですしそのこのパーンによって落差があるので。 その落差に耐えられるかっていうのもありますしそれだったらあの飛行運転でこう低空飛行でもいいからこう常に浮いてるようなでちょっと上がっていけばいいなっていうのを梨の中で目標にしていていやまだそんなにいけるっていう自信はないんですけどいやでもやっぱり自分のことですし自分しかいないですからやっぱりこう自分っていうものを中心に かなり強く持っておかないと結構その芯が揺らいでしまうのでなので今は行けるるっっててて信じてやってる感じや感ですでも自信はまだ、まあ、そうですね自信はまだそまだ揺らぎつつあのでも揺らいでるとぶれてしん自分がしんどいのでなのでいけるはずっていうのを強くも思ってます。